こんにちは。打楽器奏者でボディシンキングコーチの泉淳太郎です。今日の動画では楽器の持ち方を変えると音も変わるんだよということについてお話をしていきたいと思います。手に持って演奏する打楽器にはこのタンバリンとかクラベス、ギロ、シンバルとかもそうですね、とてもたくさんの種類があるんですけれども、今日はこのタンバリンを題材にしてお話をしていきたいと思います。レッスンをしていてよく見かけるのがこのように腕に対して楽器が横を向いている持ち方です。今日僕が皆さんにおすすめしたいのは腕の延長上に楽器が来る持ち方です。この2つの持ち方の違いが何かというと、まず腕の軸っていうのがこの方向に通っているんです。正確には小指側のこっち側なんですけれども、それに対して楽器の軸っていうのがあるんですね。それは持っているところから楽器の中心を通るこのライン、ここが楽器の軸になります。このように横に持つと腕の軸上に楽器の軸が来ないんですね。なのでこのように押すとこっちが耐えれなくなるんですね。で、腕の軸上に楽器の軸を置いてやると押しても反発できるんです。ぜひ2人1組で持っている人と押す人に分かれてやってみてください。そうするとよく分かると思います。それではこの2つの持ち方の音の違いを聞いてみましょう。音の違いと一緒にタンバリンがどういう風に動いているかという点にも注意してみてください。次に親指ロールをする時の音の違いを聞いてみましょう。最後にシェイクロールをする時の音の違いです。音の違い分かったでしょうか？もし分からなかったよという方で、スマホのスピーカーで聞いてたっていう方は、ぜひイヤホンとか、ちゃんとしたスピーカーで聞いてみてください。きっと違いが分かると思います。で、今回はタンバリンを題材にしてお話をしましたが、同じように他の楽器でも持ち方一つで音が変わります。これはバチを使う楽器でも同じことが言えます。スティックやマレットの持ち方一つで音はガラリと変わるので、いろいろと試してみてください。今回とほぼ同じ内容で
ブログにも記事を書いていますので、そちらもぜひ読んでみてください。こういうテーマで動画を撮ってほしいとか、質問などがあればコメント欄で教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは、主に演奏動画や打楽器講座のようなレクチャー動画を配信しています。また、2ヶ月に1度程度ですが、マリンバを使ってライブコンサートも行っています。チャンネル登録や高評価をお願いいたします。また、僕は演奏活動の傍ら、レッスン活動も行っています。場所は、主に大阪のセラクスタジオ、もしくはこの場所ですね、自宅のスタジオで行っています。オンラインレッスンにも対応しますので、お気軽にご連絡ください。泉潤太郎でした。